ガキ、菊池勘彼は毎日電車に乗らぬことはない。したがって、電車内の出来事によって神経をイライラさせられたり、些細なことからかなり大きい不快を買ったりすることは毎度のことだった。ことに切符の切り方のわずかな間違いなどから起こる車掌との不快な交渉は、勝っても負けても嫌であった。 車掌が乗客からいたけだかに言い込められて、不快な感情を職業柄じっと抑制しているところなどを見ると、彼は心から同情せずにいられなかったが、さて一旦自分と車掌との交渉になると、たとえ自分の理由が不利であっても、おとなしく負けているのが不快であった。また、たとえ自分が絶対に負けたときにも、 人間に付きまとう負け惜しみは、きっと相手を不快にするような捨てゼリフとなって現れずにはいなかった。とにかく勝っても負けても不快だった。日常生活の他の方面では、胸をくわっとさせるほど憤慨したりすることの稀な彼も、電車の中ではよくそうした機械、あるいはそれに近い機械に出くわすことが多かった。 もう一つ、電車に乗るときに厄介な問題は座席についてであった。いかなる場合に席を譲るべきかということは、毎日電車に乗る彼にとってはちょっとした実際問題であった。彼は最初心の中で一定の基準を定めておいて、それに適合した人たちには直ちに席を譲ることにした。 その標準の中には、60前後の老人とか、子供を背負っている人とか、外国婦人だとか、荷物を持っている人などが含まれていた。が、そうした自分一人の内気を守って、機械的に席を譲って、釣り川に捕まっていると、彼は席を譲ったことを後悔することが、だんだん多くなってきた。 ことに勤め先からの帰りなどでかなり疲労を感じている時などは、釣り皮に捕まっている苦痛の方が大きくて、人に席を譲ったという快感で総裁することができなかった。そうしたことが度重なるにつれ、彼は自分自身の内気にとらわれていることがだんだん馬鹿らしくなった。それでこの頃では、 自分が本能的に席を譲りたいと思ったとき、還元すれば相手を見たときに自然に立ち上がれるような場合の他は一切席を譲らないことにした。したがって彼はこの頃では心持ちよく腰を下ろしているときなどは、年寄りに近い年配の婦人などが入ってきても容易に席を譲らない場合が多くなってきた。 次の話も、やはり電車の中で、席を譲るか譲らぬかということについて起こった出来事である。その時、彼は須田町から品川行きの電車に乗っていた。もっとも須田町で乗ったのか、それとも上の広小路あたりで乗ったのか、はっきりとは覚えていない。何でも最初、その電車に乗った時、入り口のところが馬鹿に混んでいた。 まだ勤務についてから日が浅いと見える車掌が声を枯らしながら乗客を中央部へ送るように促していた。が乗客はこうした場合に普通であるように平然と命名その吊り革に固着してしまったように動かない。こんな時彼は車掌の依頼に応じない乗客たちに面当てとして自分だけは ぐんぐん中央部へ突進するのが好きであった。もっともそうすることによって周囲の乗客に対して軽微な道徳的優越を感じたいというような子供らしい野心がいくらか含まれていないこともなかった。その時も彼は中央部が好ききっているのにもかかわらず入り口のところでごたごた重なっている乗客を いくらか恋にぐんぐん押しよけながら中央部の方へ進んだ。進んでいるうちに彼はふと自分の押し分けようとする乗客の中に一人の老婆が混じっているのに気がついた。彼はその老婆にはなるべく衝動を与えないように注意してそのそばをすり抜けた。やっと乗客のまばらな中央へ来た彼は 一番真ん中の釣り革を物色してそれに捕まった。自分が車掌の指示を、いや電車内の道徳を最も正直に損保したものであるという子供らしい得意が彼を少し愉快にしたのは事実であった。彼は釣り革を手にしながら自分が押し分けてきた乗客の群れ、それはある意味から言えば 電車内の道徳の関する限りでは確かに彼自身よりは劣等者である人々を見返った。その時に彼はさっき、四五秒前のことをさっきと言えるならばの老婆を初めて歴然と見たのである。彼女はよく見ると七十にかかった。あるいは越しているかもしれなかった。 腰こそまだ曲がっていなかったが、目ら島の着物に包まれた腰のあたりには、もう何らの支持力も残っているらしくは見えなかった。細表の顔立ちの良い、しなびてしまって歯のないらしい口を絶えずもぐもぐ動かしていた。が、彼女の存在が最も彼に衝動を与えたことは、 彼女がその痩せしなびた右の手をあらわに伸ばしてつり皮によってようやく体を支えていることだった。老年に近い夫人がつり皮を持って立っていることなどにかなり無関心になっていた彼にもこの老婆がつり皮を持って立っている光景はどうにも辛抱ができなかった。彼は前に一度日本橋の交差点近くで 反白の老婆が釣り革を持って揺られているのを見て、儀粉を感じたことがあるが、その場合は交差点へ着くと老婆がすぐ下車してしまったので、後から考えると彼女は下車の用意として立ち上がっていたのかもしれないと思うと、彼の儀粉はあまりに先走りではなかったかと自分でおかしかった。が、今の場合は、 下車の用意として立っているとは思えなかった。今川橋の停留場についても、老婆は入り口の方へ一歩も近づこうとはしなかった。電車が動揺するごとに、老婆の体は痛々しげに揺れていた。席を譲るか譲らぬかは全く個人の自由であって、譲らぬことが 必ずしも道徳的には罪悪でないにしても、七十の老婆が忍びきって釣り川にすがる力さえ十分ではないと思われるほどの老婆が、東京の大通りの電車の中で席を譲られずにいるということは、それは決して愉快なる光景ではなかった。彼の感情を少しく誇張して言えば、それは文明のお辱であった。 浅ましく思わずにはいられなかった。彼は老婆の前後左右一軒ばかりの間に点んして腰をかけている乗客を心から癒しまずにはいられなかった。これほど浅ましいことが行われているにもかかわらず、いや、自分たちが行っているのにもかかわらず、 老婆の存在にはほとんど気のつかぬように平然として収まり返っている乗客の一群を彼は心から憎み始めたのである。老婆の立っていることに対して最も責任のある乗客は老婆がそれに面して立っている運転手台に向かって右側の座席の乗客でなければならなかった。彼はかなり熱した目つきをしながら そのあたりの乗客をいちいち点検した。老婆のすぐ前にいる三人は女連れの乗客であった。そして真ん中にいる女がちょうど物を言い始めたくらいの女の子を膝の上に抱いている。その女の子を左右から二人の女が代わり代わりにあやしていた。この女の三人連れに、 老婆に席を譲らない責任を負わせるのは少しく酷であった。中央にいる子供を抱いている女に席を譲ることを求めるのは元より無理であった。子供をあやすという無邪気な仕事のために老婆の存在に気のつかない左右の女を咎めるわけにもいかなかった。彼はこの三人の女を心の内で放免して、 女たちの両側を点検した。彼に近い側にいるのは、相場市の手代らしい245 0ばかりの男であった。高期折りか何かの揃いを着て、鳥り打ち棒を被って収まっている。位置から言っても、年配から言っても、この男が最初に老婆に対して席を譲らなければならないにもかかわらず、彼は老婆の存在などは、 点で眼中にないごとく、視線を固定したままで何やら考えている。女たちの向こう側にいる男は、もう五十に近い男だが、薄あばたのある顔が、その男の心のうちの冷淡さを示しているように、老婆に席を譲るべき屈強の位置にあるにかかわらず、両足をふんぞり伸ばしたまま、平然と座っている。 彼はこの二人の男を最も多く軽蔑したが、この二人の男の右と左とにも彼の軽蔑に値する屈強な、釣り皮に捕まって立つ能力のある男が幾人も並んでいるのだ。また、たとえ老婆が背を向けて立っていようとも、その向こう側の座席の人たちも、 老婆に席を譲るべき責任を忌避すべきはずのものではなかった。しかも向こう側の席にいる乗客はどの男もどの男も皆釣り川に捕まるには少しの故障も持っていない人たちばかりであった。もっとも老婆の周囲には乗客がごたごたと立ち込んでいるので、老婆の存在が彼らのすべてに意識されているかどうかは疑問であったが、 が、とにかく席を譲る資格、立っている彼にはその資格は絶対になかった。を持っている十人に余る乗客が一人もこの衰えた老年の婦人に席を譲らないということが彼の心をかなり痛々しく傷つけた。彼は自分が座席を持っていないことをどれほど残念に思ったか知れなかった。 この老婆がもっと良い身なりをしていたならば、彼女はとっくに席を譲られていたのにそういなかった。が、もう11月の中旬であるのに、薄汚れた合わせを着て、羽織も着ていない彼女が、周囲から相当の敬意を払われないのも無理はなかった。が、彼女が貧しければ貧しいほど席を譲られないで立っていることは、 痛ましいことにそういなかった。彼は老婆が不当に立たされていることを、電車が須田町から本国町あたりまで走る間、憤慨し続けていた。婦人が立っている間は、男子は一人も席に着かないという外国人の習慣なぞを思い出しながら、彼は老婆の付近に腰をかけている乗客を思う存分下げ住んでいた。 ことに二十四五歳の手台風の男と五十格好の男とが彼の憤慨と軽蔑との第一の的であった。そのうちに彼は憤慨に疲れたと見え少しぼんやりした気持ちになりかけていた。その時であった。電車は急に速度を緩めたかと思うと日本橋の停留所に止まった。電車が止まると 車内が急に動揺した。ふと気がついてみると、例の三人の女連れは一斉に立ち上がって降りようとしている。彼は席が空いたなと思った。そう思うと彼はそこへ腰掛けたいと思って、釣り革を持っている手を離してそちらへ動こうとした。その時に彼は自分よりも先にさっきの老婆が走行として、 飛びつくように、その空いた座席にすがりついているのを見たのである。それを見ると、彼は自分が作っておいた落とし穴の中へ落ち込んだように、絶望的な驚きを感じた。彼はいつの間にか自分自身、老婆の存在を忘れていたのである。老婆に対する周囲の冷淡さ。 無情さを憤慨しているうちに、その憤慨が元である老婆のことはいつの間にかお留守になっていたのである。あれほど老婆のために席がないことを悲しんでいた彼は、老婆のために席が作られる刹那、老婆のことは全くいつの間にか忘れていて、自分がそこへ座ろうとしたのである。おそらく、 老婆が走行として席に着いたのは彼を競争者として座席を奪われることを恐れたためであったかもしれなかった。その時彼の両親は明らかに別荘を書いていた。彼は不快な症状たる気持ちにならずにはいなかった。彼の負け惜しみは老婆のために憤慨していた方が 彼の心の第一義的な状態で席が空いた刹那、そこへ座ろうとした心は、それは発作的な出来心だと返しようとした。が、そうした解釈でもって彼の心は少しも慰まなかった。二十四五の手台風の男や五十格好の男が席を譲らないことを憤慨したのが、 彼らに対して愛すまぬように思われて仕方がなかった。老婆に対して席を譲らないことを憤慨したのも、それは老婆そのもののためではなくして、自分の道徳的意識がその事実によって傷つけられたことによっての憤慨であって、全く利己的なものであるかもわからないと思った。 彼が釣り革を持つ手を離して座席の方へ近づこうとしたことは、ただ心持ちだけの活動で厳密に言えばまだ行為と名付けて良いかどうかさえわからなかった。ただ上半身だけをわずかにその方向へ動かしたに過ぎなかったかもわからなかった。が、そのわずかの行動も彼の心持ちを根底からかき乱すのに十分であった。 彼はすっかりしょげてしまっていた。彼の行動が誰に見表されたわけでもなく、誰から非難されたわけでもなかったが、それは済ました顔をしながら何か悪事をしようとしたところをうまく尻尾をつかまれた感じと少しも違ってはいなかった。彼は思った。人間は自分で意識し、 注意し、警戒しているうちは、どんな道徳的な様子でもすることができるが、一旦、その注意がなくなると、たちまち利己的な尻尾を出してしまうものだ。もし、そうだとすると、その尻尾を露出して、二十四五の手台風の男のように、また、薄あばたの五十格好の男のように、釣り革に揺られている老婆を、 呉然と平弊しながらふんぞり返っている方が、どれほど男らしいかわからないと思った。が、そう考えてくると、彼は心の内にみなぎってくる落魄くたる心持ちに耐えなかった。彼はふと、A という友人がガキという配合をつけているのを思い出した。A は配合の言われを聞かれるたびに、 君、シナ人はエゴという意味をガキというのだ。さすがはシナ人だけあってうまくいってあるだろうといつでも得意になって説明した。ガキ。エゴイスチックでも。そうした言葉が彼のその時の心にひしひしと答えてくるのを覚えた。